最近、父と母が携帯を変えたらしい。その時の話、母から聞いた。キノコのお姉さん、では電話帳とデータ移しますね。母、お願いします。父、はい、お願い。あ、待って。お姉さん、何か？父、メール。メールって移せますか？母、そんなに大切なメール入ってるの？父、私子からのメール消えちゃう。父ちゃん、そんな父ですが、なかなか自分からメールも電話もしてこない。気になったので、母に聞いてみたところ。だって、あんまり連絡したら私子に嫌われちゃう。と言っていたらしい。明日あたりメールしてみる。